うわ。これな。きたー。ポスポス。どこ？早すぎ。変な音で聞いた。そう。ケン。あ、サントスです。貨物室、貨物室で高田さんの死体で、一番右です。一番右です。一番右。はい、で、初手貨物室スタートが私と高田さんともう一人いたはず。で、そう、名屋です。名屋、名屋。てか、高田さんとサントスさん一緒に下行かなかった？いや、でも死んでるの貨物室の上。上か。貨物の剣。そう。で、私ね。下のタスクやって上行ったら死んでたから、名屋さんが誰かとすれ違ってないなら下から来てる人もいないから、お互いにはこれ私とレア、あ、じゃあ俺リスポーンとレアしかない、リスポーン、ちょっと喋りたい、リスポーン位置であれじゃない、はい、ですね、うん、エンジンルームがゾニキスナッパイ先端だったはず、うん、はい、ね、これどこだ、シャワー、シャワーアーカイブスタートじゃないですか、あ、いや、アーカイブスタートはアルマ滝雄の2人です。メインホールスタート僕。あ、え、あ、メインホールスタート僕。はい。ちょっと質問で、メイヤさんが、はいはい、サントスさん、高田さんが下に行ったっていう証言が出たってことは、メイヤさんは上に行ったであってる。そうです。僕今アーカイブまで来れてて、そこにいるマシャカリさんと夏目、違う、誰だっけ、マシャカリさん、夏目先生かな、を一任してる。あ、本当。あ、でも、あ、これ待って、一個あるけど、あれあるわ、うん、ベントがあるから一概とは言えないね。僕からは目安は見えてないわ。夏目先生もいるんだ。夏目も見えてない。マシャカリがいるのは見えてた。今逆に夏目先生もマシャカリさんも見てないんだよな。いや、問題はそもそもアーカイブスタートの人がラウンジでから走ってラウンジ方向から走ってくる名屋さんとすれ違って貨物室に行けた人が名屋さんしていないんだよね。まあでも停電中、うん、は来てない。確かに停電してたな。うん、停電中なんで。シャワーリスポーンの人がいたんじゃない？マシカリさんシャワー？僕あれっす、シャワーか、シャワーで竹尾さんとアルマ君がタスクしてるの見た後アーカイブ行きました。シャワーなら一応可能なんじゃない？アーカイブからのイベントは厳しそうだけど、まあなんだろう、その辺の状況次第じゃない、あとはシャワーとアーカイブ上次第な気がする。キッチン、ナイスボタン、はい、容疑者機でもあると思うので押しておきました、ありがとうございます。1個だけごめんなさい、竹尾さんってアーカイブスタートしてどこに行きました？シャワールームですね。 あ、そうか、マシカイさんが見てるって言ってた、ね、あ、てか、あ、そう、アルマ君がタスクシャワー室やってて、僕竹尾さんとすれ違ってます。あ、僕思うんですけど、シャワー入った多分マシャカリ、アルマ、タケオは時間的に貨物室まで行けなかった、うん、無理、行けない。右下にベントがある。ベントは否定できる？いや、否定できると思いますよ。結構多分、すぐだったじゃないですか、はい、呼び出しまで。で、僕らがシャワー入ってタスクをやってるのって、中盤から終盤にかけてだと思うので。ああ、そうですね。あ、じゃあ、僕とサントスさんのロラでいいかな。ロラでいいかも、うん、あ。で、ちょっと情報があって、はいはい。今、停電直したんですけど、僕が最後。うん、はいはい、オンをオフにした人物がいます。おお。へえ。あ、じゃあ夏目先生ではないかな、タスクやってたと思うから、多分アーカイブで一緒にすれ違ったから。で、サントスさんはその犯人ではないことも分かっています。そうですね、ボタンを押してるから、うん、あ、っていうか目の前にいて、うち、なんだっけ、昇降機渡ってミーティングルーム上がっていくはしごの音聞こえてボタンなので、あ、昇降機配電盤の前にいないです。あれ、ゾニキさん、はい、私早々に上がった、だから登ってきたのは多分ゾニキさんであって、私そうです、はい、すぐにミーティングルームまで来てる。
なんかはしご登ろうとか聞こえたから、まあ、どっちにしろその2人は無理。あ、なんかあの、ね、はしご登ろうと、あれってバグ、なんかめっちゃ聞こえるんだよね。あれバグ、バグではない。近くにいる人の音は聞こえます。あ、そうなんだ。そうなんだ。めっちゃ足音聞こえる。あ、あと、はしごの音となんかあの床の音が多分一緒なんじゃないかわかんないけど。たたた、カンカンカンと。カンカンカン。というか、配電盤触ったって人いないんですか？その僕触ってないです。僕触れてないです。出てこないってことはもう明らかな妨害ですよね。うんです、ね。そうですね。で、お互い取れてる夏目先生とマッシャさんと、サントスさんとズニキさんは妨害してないってことですよね。うんうん、じゃあ、メイヤさんつっちゃえばいいんじゃない？え、なんで？うん、まあどうせロラなんだったら、ロラでするんだったらあれじゃない、相方でもいいけど、あれいるんじゃない、まあまあそうですけど。じゃあ一応僕サントスさんには投資しておきますね。まあサントス、うん、まだが絶対落とさないと厳しいと思いますよ。ちなみに今私ボタン使いました、はい、あ、こういう風に死ぬんだ。そう音が感動的か。まあローラーするかどうか。てかごめんなさいね、サントスさん釣るべきだったか、はい、ローラーだったらすいません。いやでもどっちでもいいですよね、うん、僕入れましたけどサントスでも全員がボタン押せる保証ないわ、これ場所がボタンと場所遠すぎるな。そうなんだ。そうだからローラーがね怖いんだよね結構。普通にその結構決め打ち気味でいかないと、うん、あそうなんだ。そうそうそう、あの、まあ、1個、あごめんなさい、道連れされやすい。1個するのはせっかく停電起きて右側の貨物室に死体あるのにわざわざセルフするの結構アホだよねっていう、まあ所定なのでさらに40秒あって切り来るできるチャンスがあるのにっていうのが一応主張。確かに、まあそこも確かに、まあ確かに、しかも1死体止めてますし、ね、一応サントスさんに確認したいのは、はい、死体発見までの貨物室スタートからの流れだけ教えてください。はい、初手貨物室の左下ちょっと出てタスクやって、その後貨物室の左のタスクをやって、あの暗証じゃない、記憶するやつですね、記憶するやつの内容を見て、でその後右上に行って、レポートって感じです。でなので、まあ、ベントも前も2回通ってるんであんまりベントの可能性も低めかなと思ってるんですけど、記憶するやつってあれですよね、シャワーと貨物の間のやつですよね確か。そうそう、で右側で何か覚えて左側に行ってやるやつですよね。そうそう、いや、 やっぱ初心者ってタスクの内容聞いてもわからないこと。俺もわかんない。やっぱりサントスさんかミヤさんしかできないと思うな。なんかその、うん、サントスさんの動きのルートが弁当を否定しているなら、あのアーカイブスタートの人たちが停電中にミヤさんの目をすり抜けて貨物室でキルするっていうのが考えにくい。てかまああれだ、キルクール的にもなんか弁当入ってたらたまんなそうですけどね、その10秒すらも。そう10秒なんか、うん、それはあいや。いやこれわざと自分で首絞めるけど、多分ギリギリ時間できた、弁当入ってもできるできるくらいは時間ちょっと余裕あった。場所貨物のどの辺でしたっけ、上あの通路のとこ、通路に入る。いや厳しいと思うよ、個人的に。なくていいと思う、めっちゃ白っぽい。俺も釣らない派だな、釣らない方向で行こうかな。ちょっといやこれね全然確証持てねえな、なんか、うん、じゃあ釣らない。じゃあもう、ま、なるべく頑張りは、はい、私に近づかない方がいいと思います。はい、わかりました。本輪際、本輪際近づかないんで。はい、エンジンプルThank you.
こ入ったのなんだっけ。ちょっとゾニキ発言してもいいですか。これ中央ボタン、はい、中央ボタンです。あ、展望デッキのベントが動いたように見えました。展望デッキ、展望デッキ一番左下の、停電直すところ、停電直したのは私なんですが、停電直した直後、うん、ベントが動いたように見えました。結構前、あ、違うか、マシャさんいたの結構前だね、ごめんごめん、もっと前だわ。マシャさんそっち一回行って、はい、おっさんとかってどっちに行きました。私、ね、もうだいぶ右上の方行って、あの初手 の, あのあ覚えて答え合わせするところぐらいまで行ってます。最後シャワー室の前ぐらいかな。あ、てか、もう結構その、サンタさんとかの会った後にアドミン見たんですけど、その時に、電気1、診察室2ぐらいだと思うんですよね。あ、電気自分です。あ、それがマシャさんなの。あ、電気夏目です。そうですね、夏目先生と忘れちゃった。その人たちは多分難しいかな。貨物はついてなかった。いや、もうごめん、そこしか、そこに密集してんなっていうのしか覚えてなかった。アルマさんの足取りなんですけど、リアクターの右側直してたのがアルマさんです、はい、で、僕も右側にいたんですけど、なんか昇降機がなかったから左に行けなくて、で、まあ、左側が誰か直してくれたんだろうなって感じだったんですけど、その後アルマさんアーカイブ通ってシャワー室に降りていきました。アーカイブ通ってシャワー室。ただリアクター直った直後の話なので、そこから少なくとも20秒以上は経ってると思います。あ、私、エレクトリカルからメインホール、シャワー室の右端まで行くルートでは死体は見てないですし、左ともすれ違ってない状況です。確かにサントスさんはその辺いたな。そう、マシャカリさんとエレクトリカルで分かれて、私は上に行った感じです。うん、2回ぐらい下の方ですれ違ってる。メインホールの右側の上の部屋かなの小部屋のところに、ゾニキさんがいらっしゃったのと、んてか死んでるくね。え、じゃあアルマさん、ローラスがいっか死んでますね。アルマさん死んでる、死んでる。最終目的とか、アルマのそう話を今してたんだよ、うん、そうだ、ああそうだ、アーカイブシャワー室って話をアルマ、ああ失礼失礼失礼。でもなんかベント見た報告とちょっと食い違うの。そうだね、どんな筋肉。扉開けたくねえ。あれそうやるんだ。へえ、はい。ごめん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 。なんだっけ、弁当の話とちょっとごちゃになっちゃってた。ごめん、アルマさんの情報がちょっとごめん、漏れてるわ。だから僕ごめんね。整理します整理します。あ、もしもし、はい、そう、今これエマージェンシーボタンです、うんうん、前のターンのアルマさんが死んだターンの話なんですけど、リアクターを直していて、右側に来てたのがアルマさん、はい、で昇降機は左側になってたので左に行けず、左が誰か直してました、うん、左直した人、あ、僕だ。ゾニ、あ、ごめんなさい、さっきか僕ですね、うん、このターンじゃなくて一つ前、はい、すいません。で、その後僕とアルマさんがアーカイブまではご一緒して、僕はそのままラウンジ通って貨物室にいる。でアルマさんはアーカイブからシャワー室に降りていきました。で、僕がメインホールスタートでリアクターが鳴ったのでリアクターに行ったんですけど、その道中メインホールの内部でゾニキさん、アーカイブからシャワー室に降りていく竹雄さんを目撃して、でそのまま、アルマさんがいた
リアクターのところに僕がたどり着いたっていうルートです。で、ゾニキさん、あ、ごめんなさい、ちょっとだけ、ゾニキさんがそのまま展望デッキで停電直しに行っていることを踏まえると、はい、まあ、それだけの移動ができる時間が経っているということです。アルマさん、はい。はい。だから、どこで死んでるかはさっぱりわかりません。確かに、おっしゃる通りです。ね、ちょっと、まあ、なんか片耳で聞いてほしいんですけど、はい、両耳で聞きます。ゾニキさんの話が本当なのであれば、はい、ゾニキさんが情報源ってことで、ゾニキさんは治療で、竹雄さんもエマージェンシーボタン無理、夏目ましたかりお互い2人一緒に見た無理で、さっきの、話からサントスさんをもう白く置くっていう進行だから、ってなるとスナパイさんと先端恐怖症さんどっちかじゃないかなと思って、で客観視点で白取れる人いますか？はい、あの今の話に追加すると僕は左側に行けないです。右いたんでしょ、伝統の話が。僕がドミニの情報あるから、だから、あ、でもコックピットからデッキが繋がって、そうなんですよね。はい、僕はそもそも左側に行けないって話です。ああ、それだったら、関われないです。僕はドミニの情報を出す必要ないけど、ね、まあまあ。いや、殺しとけよかった。くそ、ボタンのタイミング最悪すぎ。いやーもう最悪すぎた。ボタン式だけ。砂場さん殺しちゃった。竹田さん気づいてそう。押しときて。わあ。びっくりした。あ、マシャカリです。なんで笑ってるんですか。まあいいや。電気室の下で死んでました。一番下です。はい、なんで笑ってるんですか。僕アーカイブいたんですけど、アーカイブのベントが動いて、はい、あの先端さんが現れたんです。そうですね、さっきできるのが、さっきだとゾニキさんがどっからどこいたんですか。アーカイブの下のドアにいたら、アーカイブのベントが開いて、そっちかー、見てなかった。ちょっと釣りたくないな、タスクしたいな。じゃあスキップでいきましょう。あ、ごめんなさい、あ、投票しました。なんで。すごいですね、2キル。あ、2キルもしてんだ。3キルしました、合計。さすが。あ、あ、悲しい、死に方が。いえー、助けてー、センターさん、ごめん。いや、申し訳ない。ゾニキさん殺そうと思った瞬間をボタン押されて最悪だった。え、先端さん、ね、すっとぼけめっちゃうまかったっすよ。ね、アルマさん死んでるやんみたいな。あなたが殺したんですよ。っていう感じの。殺したんですよ。議論そらそうと思って。
アルマさんの話入れようと思って。高田さんすいませんでした。ちょっといやもう開始した瞬間に抑え本当に開始した瞬間に死んだ。ですよね、そうですよね。右側3人、右側3人しかいのにやるのと思っちゃって。いやあのね、本当ね、もう本当に久しぶりにポスターになってもうやりたすぎて右手が勝手に動いちゃったね。キルクール40秒にしますね。でタスクちょっと減らします。ロング1個減らしてショート1個減らしてみようかな。224とかどうかな。クリアみたいな。いやー悔しいね。キルクール40でいきます。あでもどうなんだろう、議論的に結構なんか良さそうな感じしたけど、なんかでもいいんじゃない、一旦まあ、うん、まあ一旦40でやりますか。じゃあ、うん、いや30にしません。35がいい。35がいい。昨日40やったけど40はね長いでしたね。確かにかなりきつかった。なかなかたまんないですよ、ね、イチロー生存で終盤迎えた時の絶望感が確かにやばい。あとイチローで40秒マジきついっす。ボタンがね、場面とかでボタンがマジ鬱陶しすぎになっちゃう。いや今ですら鬱陶しかったの、めっちゃきつい。マジ鬱陶しかった、ほんまに。全部ボタンで詰められてるから。